はい、今回3月30日に発表された新型 RZ の方で、まあ、それのオプション関連で補助金で最新納期を紹介しながら見積もっていきます。グレードが2つ、 RZ450E でバージョン L か、ファーストエディションの方は500台限定ですね。今回限定車の方見積もっていって、RZ450E でファーストエディション、 BEV なんでバッテリー式の電気自動車、 UX300E 以来ですね。駆動は AWD 専門で、乗車定員が5名なんで 2SEートですね。全長 4m80.5cm、 車幅 1m89.5 の全高 1m63.5 なんで RX と NX の中間ぐらいですね。フロントグリルが珍しいですよね、レクサスにしては。ボディ色全6色で、モートーンが4色、ソニッククォーツ無料で、ブラック無料で、これはカッパーですかね、ソニックカッパー、高い16万5000円、モート2色、ツートン2色で、イーサメタイック。これかっこいいですね。しかも無料で。ツートンはルーフがブラックで、ボディ色カッパー、24万2000円。で、これは、ルーフがブラックのボディ色がイーサメタリック。まあ、モートンでもいいんですけどね、今回ツートン選択して、エクステリア、パノラマルーフ、安い、8万8000円、ロー、E コート、IR、UV カット機能付き、調光機能付き、選択して、で、他に関しては販売店オプション、防炎インナーミラーがマイナスになってますけど、同日ケースね。バイザー3万9600円つけといて。プロテクションフィルム1万6500円。バイザーちょっと高いんですけど、プロテクションフィルムはそんなに高くないですね。ドアエッジプロテクター。プロテクションフィルム。乗降するとき傷つきやすいんで、つけといて3万4100円。バブキャップはスルーして、ナンバーフレーム、フロントリア3万1900円。まあ、レクサスだからといって別にそこまで高くはないですね。で、続けて、インテリアは、内装とか選べるんですかね。ブラックを基調としたインテリアカラー、シートカラーで、レザーシートに見えないんですけど、レザーシートなんですかね、これ。ウータースウェードって珍しいですね。オラージュ、ブラック、インテリアオプションとして、マーク・レビンソンプレミアムサウンドシステム、23万1000円。まあ、つけといて、メイクオプション。ルーフシェード、収納ポケット付き。収納箇所少なそうなんで、つけといて2万2000円。アタッチメントケース、コンソール用、まあこれもつけといて、拡大してみたいんですけどね、こんな感じですね。下の部分ですね、蓋付き、カップホルダープレート7700円。そこの部分がメッキ仕様になるのか、まあこれもつけといて、ハイザースルー、鉱石タブレットホルダー、こんなん楽天とかで2、3000円で合いそうっすけどね。シートバックステー、シートバックストレージ
17,600円。まあ、社外品でもあるんですけど、専用設計の方がいいんで、つけといて。IR カットフィルム。ダークスモークの方、55,000円つけといて。フロアマット、ラケッチマット。ブラック、ライトブラウン、ブルー。100,000円。ラケッチマット、ソフトトレイ。ロングラゲッジやったリアシート背面もつくやつですね。ソフトトレイ、ラゲッジマット、ソフトトレイの方つけといて、25,300円。バックドアオープン、バックドアオープニングガード、29,000円。あ、これ嫌ですね。ラゲッジボックス。で、最後に安全装備その他で、レクサスティームメイト、まあ標準でもついてくるとは思うんですけど、メイクオプション扱いなんですかね、もしかして。標準ですね。その他オプション、プロジェクションカーティシーイルミ、34,100円。ロゴだけで、充電ケーブル、どう付けできるのか、メイクオプション8,800円。AC200V で 15m 付けといて、充電ケーブルホルダー、もうこれも付けといて、プラスサポート用スマートキー、電子キー、どう付けできないですね。で、カードキーの方ですね、付けといて、ジュニアシート、チャイルドシートがあって、で、合計金額、月々で134,400円って記載してますけど、総額でいくらいうのか。総額が950万円。一括割合にして、あ、1000万超えてきますね。車用本体940万円、オプション767,800円で、まあ、ボディ色、メイクオプション、ディールオプション関連合わせて、これだけつけて、税金諸費用、税金保険料47,900円、環境性能割と重要税が免税で、課税販売諸費用はこんな感じですね。預かり法定と、で、納期に関しては大体1年以上という情報で、見合わせとしては1年3ヶ月か1年半という情報なんですけどね。販売の方が抽選式みたいなんですけどね。グレードによって補助金額は違って、バージョン L が85万円。で、今回のファーストエディションの方が68万ってなってますね。そう考えたコスパ的にはバージョン L の方がいいかもしれないですけどね。まあ限定車ってこともあって、今回ファーストエーションの方ですね、見積もって。はい、今回レクサス新型 RZ450E ファーストエーションの方を見積もってみたでした。